それでも、ね、まあね、うまく打ちましたけど、右へ、ライト右、矢沢を呼びません、ここはヒットになります。さあ、クッションボール処理、少し時間かかっている。山口は2塁へ、3打ダブル、ツーベース。チームの初安打は、打球は右中間、真ん中、破っていった。打った山口は2塁へ、ツーベースヒット。まっすぐ行った。レフトへ。レフトバック越えていった。さあランナー1人帰ってきて、2人目も帰ってきました。ここで山口浩輝4番の仕事、4対1。最後はストレートを選択しました。いやー絶対いらないですよね。もう4球だから外のボール球か低めのボール球でいいんですよ。はい、まだワンボールツーストライクでした。うまく拾ったレフトへ、どうなんだ、チェンスダイレクト。山口は二塁に向かいます。もう一伸びでしたがツーベース。ノーアウトランナー二塁。高のツーベースヒット。打球はセンターへ伸びていく。山口の打球ここまで飛びました。飛んだ山口らしい豪快な打球でした。センターの右へ山口持っていきました。
今シーズンの第7号。打球は左中間、左中間、真ん中、中村翔吾が三塁から帰ってきます。打った山口は二塁へ、ツーベース、三連打、いった、強い打球は右中間、真ん中、破っていきました。打った山口は二塁へ、悠々とツーベースヒット、高く上がりました。風の追い風が2メートル、伸びていくぞ、伸びていくぞ、どこまで行く、入った、同点、山口に飛び出した今シーズン第9号の同点ソロホームラン、土壇場原に打ち上がりました、オリックスまあでもなかなかこうシーズン中にね、山口の打球は左中間破っていきました。山口ツーベースヒット、余裕はちょっとありましょうかね。あのインサイドは使いやすいですよね。ただそこをしっかりと振って、山口翔輝、山口翔輝が二塁へツーベースヒット、右中間に上がった、大きな当たりだ、大きな当たりだ、大きな当たりだ、取れない、一人帰ってきた、ポランコも三塁を回って帰ってきた、4点目、レフトに行った、下がった、レフト見送った、山口に一発が出ました、マリンズ今日2本目のホームラン、この山口の今シーズン第10号ソロホームランが出ました。速球に合わせてきて、センター下がって、下がって頭を越えていきます。先頭バッター山口ツーベース、どうだ、レフト方向、高々と上がって、上がって上がって上がって飛び込んでいった、山口の久々ツーランホームラン、惜しかった追加点、山口のバットから出ました、8月4日以来のている、引っ張った、打球は左中間、左中間抜けていきました、ランナー1人帰ってくる、さらにもう1人帰ってくる、千葉ロッテマリーンズ逆転、山口の逆転2点タイムリーツーベースが出ました、4対3、マリーンズがひっくり返します。インサイド続けましたね、インサイド、あ、一つ前はね、インサイド低めのこうギチギチって言いますかね、いっぱいいっぱいのストレートが、1号、そして山口完璧、2者連発、今シーズン岸からホームランを打ってる、連発になりました、山口にも一発、ツーランの後はソロ、ファウラー、初球高めの球を打って山口の打球が伸びていくのか、伸びていった、初球ホームラン山口、この打球の伸びはどうか、フェンスに当たって山口二塁へ、一塁ランナーをスタートを切る、センターへの当たりですが、センターシュート、バックする、バックして、バックして、ジャンプ、入ったか、入りました、山口がフェアになります、中で深め、中が三塁に行きます、山口も二塁へ、ツーベース、山口の打球レフト線入りました、セカンドベースへ向かいます、ツーアウトからツーベースヒット、
今は山口うまく打ちましたね。そうですね、近めの、ね、難しいボールだと思いますけど、はい、ある程度近めイメージあったかも分かんないですね、このツーシーム痛烈な当たり、左中間真ん中に破りました。山内は二塁に向かう、長打になりますマリーンズ。さあ捉えた、取り返せるか、引っ張った、打球はレフトの左、抜けていきました。ランナー一人ホームイン、タイムリーツーベースになります。森本の方もストライクゾーンの中に投げ込んできています。サード取れません。山口は二塁に向かいます。ワンアウトから山口、ヒットツーベースが出ました。粘って山口が長打、はい、ツーベースを放っていきました。やっぱりボールにしたくないっていう気持ちは。